投球、投球、投球、A、P、氏とは、野球、ソフトボール、クリケットにおいて投手が打者と対戦するためにボールを投げること、または投げられたボールのこと、投手の試合全体における成績ありつぶるまい様を表すこともある。野球の試合は、投手の投球を打者が打ち返すことで成立する。そのため投手の投球には、 特有の成績が幾種類も記録される。投球は以下のように行われる。投手の投球を打者が打たず、空振りもしなかった場合、ストライクゾーンを通過した投球は、ストライクとなり、外れたものは、ボールとなる。三塁走者が本当を起とした場合、投手は保守に向けて送球することもあり、投球とは区別される。公認野球規則8.01項には、 ワインドアップポジションとセットポジションの二つの正規の投球姿勢が規定されている。投手はどちらを用いて投げても良い。ワインドアップポジションは二つの正規の投球姿勢のうちの一つである。類上に走者がいない場面でよく用いられる。一般的なワインドアップは以下のようになる。上記の動作の中で自由な足を投手盤の後方に引く動作は 比較的時間がかかる。従って、類上に走者がいる場面で、一般的なワインドアップを用いると、盗塁されやすくなる。そのため、類上に走者がいる場合は、セットポジションが用いられるが、2し、2ストライク3ボール、満塁値や3塁のみに走者がいる場合、大きく点差が離れ、盗塁を気にしなくても良い場合では、類上に走者がいてもワインドアップが用いられることがある。 一般的には、振りかぶるワインドアップポジションは、体を大きく使えるために休息を得られる一方、精緻なコントロールが難しいとされている。下半身強化は、体のバランスを安定させてその問題を改善する、目的もある。ノーワインドアップは動きに制限があり、休息が出づらいが、重心がブレにくいのでコントロールしやすく、VTR による解析、 研究が活発になってからは手元を見せないので吸収が分かりづらいというメリットがある。また、休息についてはプロレベルでは大差ないという意見もあり、近年のプロ野球選手の多くがこちらを選ぶようになっている。プロ入り後にワインドアップからノーワインドアップにホーム改造する選手もいる。特にドンラーセンは改造が成功し、高成績を上げた高齢である高校生だった。 大春も彼を参考に、フォ改造している。セットポジションは二つの正規の投球姿勢のうちの一つである。セットポジションはワインドアップの条件に加えて自由な足の位置やボールの持ち方を制限した投球姿勢である。一般的なセットポジションは以下のようになる。セットポジションはワインドアップポジションよりも速やかに投球することができ。 類上の奏者を牽制しやすいため、類上に奏者がいる場合に用いられる。ワインドアップではコントロールが定まらないなどの個人的な癖により、奏者の有無に関かかわらず常にセットポジションを用いる投手もいる。なお、このセットポジションの基準や実情については、国ごとに微妙に異なる場合があるため、外国から他国のリーグに移籍した投手が移籍先のリーグで登板する際に、 これに悩まされることもは、投手版に触れないで打者に投げた投球、クイックリターンピッチ、バッタースボックス内で打者の構えが不十分な時を狙って今日つくことを意図した投球、クイックピッチともは反則投球となる。また、前述した公認野球規則の規定に反する投球動作、二眼モーションなどによる投球も反則投球である。反則投球の場合、 類上に走者がいなければ、ボールが宣告され、ボールデッドとなる。球審が、この投球が、反則投球であることを知らせる。なお、反則投球にもかかわらず、プレーが続けられた場合、例えば打者がこれを打って、安打になった場合などは、攻撃側の監督は、プレーの結果を生かしたい旨を球審に通告することが、できる。また、類上に走者がいる場合は、ボークが宣告される。 戦術の通り、同じ投手が投げる球であっても、投球、ピッチと、送球、スローは、明確に区別されている。ピッチの公原の英語、は、ホール投げ与えるの意味を持つ言葉であり、初期の野球のルールでは、打者が打ちやすいように手首のスナップを使わない、アンダースローからのピッチ、今で言う、スローピッチソフトボール投手の投法に近いもののみが、許可されていた。ルールの改正により、 スナップスロー、サイドスロー、オーバースローと許可されるに伴い、ピッチは本来の語義にそぐわなくなるが、投球そのものを意味する言葉として定着し、スローとは区別されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。